トモエソ草は、オトギリソ草かおとぎり草族の多年草。中国語名は蓮行であるが、これは木製化の植物の網名となっている。臨年の植物の種で記載された植物の一つであり、主称名アサイレンはギリシア語で同族の植物を意味するシグマカッパウプシロンローニュアスキュロンに由来する。茎は高さ50から130センチメートルくらいになり、 直立し、分子する。葉は茎に耐性し、形は皮芯型で葉の基部は茎を中ば抱く。花期は7から9月で、計5センチメートル、花弁5個の大きな黄色の花を茎や枝の先につける。花は、巴型の歪んだ形をしており、和名の由来となっている。花の中心に、めしべがあり、花柱の先が五列して反り返る。その周りには、 多数の大しべがあり、五束に分かれる。日本では、北海道、本州、四国、九州に、アジアでは、朝鮮、中国、シベリアに広く分布し、山地や河川敷の日当たりの良い草地に自生する。編種に、小型の姫と萌え草、大型で、九州の山地や朝鮮、中国東北部に自生する、大と萌がある。巻野、リンネウス、カロルス。 スピーシーズ・プランターラム、ホルミア、ストックホルム、ラウレンティウス・ソルビアス、P783、https コロンスラッシュスラッシュ、w w w b i o d i v r s i t y l i b r a r y o r g スラッシュページスラッシュ358804巻の、日本語、ありがとうございます。